ヒュー・スウィントン・レグリーヒュー・スウィントン・レグリーはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。1841年から1843年までアメリカ合衆国司法長官を務めた。1797年1月2日、レグリーはサウスカロライナ州チャールストンにおいて誕生した。父親のソロモン・レグリーはフランスから移住したユグノーの末裔、母親のメアリー・スウィントンは スコットランドからの移民の末裔であった。レグリーは5歳前にワクチンの投与を受け、副作用により足の成長を阻害される障害を負った。そのため、レグリーは友人たちと楽しく遊ぶ経験をほとんどしないまま幼少期を過ごした。レグリーは熱心に勉学に励み、サウスカロライナ大学に入学した。レグリーは大学において、クラリオソフィック研究会会長を務めた。 レグリーは、博識さと雄弁さで評判を集め、1814年に大学を主席で卒業した。大学卒業後、レグリーは3年間にわたって法律を学んだ。レグリーは1818 18年から1819年にかけてヨーロッパを訪れ、フランスのパリでフランス語とイタリア語、スコットランドのエディンバラで法学の先進的話題を学んだ。 レグリーは1822年にサウスカロライナ州で弁護士として認可を受けた。ヨーロッパから帰国後、レグリーはチャールストンで弁護士業を開業した。レグリーは1820年から1821年まで、および1824年から1830年までサウスカロライナ州会議員を務めた。また1827年、レグリーは博物学者、 スティーブン・イリオットと共に文芸雑誌サザン・レビューを創設し、1832年までは唯一の編集者として寄与した。編集者としての活動はイリオットが死去した1834年に退いたが、その後も法律、旅行、古典文学、近代文学などの記事を寄稿し続けた。レグリーは1830年から1832年にかけて、 サウスカロライナ州検事総長を務めた。レグリーは、州検主義を擁護し、連邦法務公論に強く反対した。レグリーは、連邦最高裁判所の訴訟に、しばしば登場し、連邦政府の政治家に強い印象を与えた。特にレグリーの民法の知識は、ローマ法の強い信奉者であった、国務長官、エドワード・リビングストンに強い感銘を与えた。検事総長退任後、 レグリーは中ベルギー代理講師に任ぜられ、1836年までブリュッセルに駐在した。レグリーはドイツの民法について詳しい分析を行い、その論評は完璧であると評価された。帰国後の1837年、レグリーは民主党に所属し、サウスカロライナ州から連邦会院議員に選出された。レグリーは 連邦会員議員を1839年まで一期二年、務めた。当時サウスカロライナ州では、財政改革の一環として、多数の資金庫を設置するプロジェクトを進行させていたが、マーティン・バン・ビューレン大統領の金融政策は、この障害となるものであった。レグリーは、大統領の金融政策について巧みに反対し、障害を取り除くことを試みた。 レグリーは1839年の連邦会員議員再選に失敗した。レグリーは会員議員退任後、チャールストンで弁護士業を再開した。レグリーは1840年の大統領選挙において、ウィリアム・ハリソンを支持し、その勝利に貢献した。1841年、ハリソンの死去により、大統領に承認したジョン・タイラーは、閣僚の入れ替えを実施し、 司法長官にレグリーを指名した。レグリーはこれを受諾し、死去する1843年まで司法長官を務めた。レグリーは司法長官として合衆国対ミランダ裁判、ウッド対合衆国裁判、陳釈人対ジュエル裁判などの議論を行った。また1843年5月9日、レグリーは国務長官代行に指名され、 司法長官職と兼任した。1843年6月20日、レグリーはマサチューセッツ州ボストンにおいて休死した。レグリーの遺体はマサチューセッツ州ケンブリッジのオーバーアン山墓地に埋葬され、その後サウスカロライナ州チャールストンのマグノリア墓地に移し替えられた。アメリカ合衆国海軍のリバティ戦 SSQS ラガーはレグリーにちなんで名付けられた。 バートルビー .com グレートブックスオンラインザ、コロンビアエンサイクロペディア、シックスエディション。ありがとうございます。